それじゃあ。はーい。そんなことないですよ。私、学生時代は今と違って暗かったんです。え？本当ですよ。実はここだけの話ですけど、そのせいで毎日クラスメートからいじめにも遭ってたんです。何やと？はい、だからそんなくらい自分を変えたくて、それで明るさが要求されるこの仕事に就いたんです。おかげで随分元気で明るい人間になれたかなと思ってます。そうか。そんな同情しないでくださいよ。なんだかもっと悲しくなっちゃいました。すまん。はい、今まで誰にも話したことなかったんですけど、みんなには秘密にしておいてくださいね。わかったわ。そうですね、やっぱりお店に来た時に少し落ち込んでるお客さんが私とおしゃべりして元気が出たって言ってくれる時かな。そういう時、元気しか取り柄のない私でも誰かのお役に立ててるんだなって実感できて、すごく嬉しく感じるんです。なるほどな。元気以外の取り柄か、何があるんだろう。元気以外の取り柄、元気以外の取り柄、そうやな。将来のことですか。私、とにかくたっくさんお金が欲しいです。できれば豪邸とかも建てたいなーって。ほう。お金持ちになって、昔自分をいじめたりバカにしてた子たちを見返してやりたいんです。なるほどな。それじゃあ。え、真島さんですか。あ、はい、いいですよ。でもなんだか緊張しますね。え、だから最初のお客さんがよりによって真島さんだから緊張してるんですよ。もうやっぱり招待するのやめます。何やと？そうやな。あんまり考えたことないですね。でも両親とはずっと一緒に住んでいたいって思ってます。私、一人っ子だし、お父さんのこともお母さんのことも大好きだから、結婚するとしたらできれば相手の人にうちの家に来てもらいたいな。ほう。
い。でも婿入りって男の人は嫌がりますもんね。真島さんもやっぱり婿入りには抵抗ありますか？まあそうですよね。正直私もその気持ちはわかるんで、やっぱり結婚はまだ考えられないです。そうやな。うふふ、じゃあ真島さんが婿入りしてもいいかどうか気が変わったら教えてくださいね。